Hey guys, it's Kei from Asian Boss. Despite being regional powerhouses, Japan and China have a complicated history and don't often see eye to eye on many issues. However, both sides have shown signs of improving the bilateral relationship by recently resuming defense exchange for the first time in 6 years. So how do ordinary Japanese people really feel about China? Do they think the two countries can actually get along? Let's ask our Asian Boss reporter Sena to find out more. 中国の印象はどんな感じですか？中国は歴史もあって人口が多くて、とてもその文化も大事にしてる国だなと思ってます。日本と違うマナーの違いとか文化の違いは時々感じます。中国はね、やっぱ私ら兄弟やと思ってる。はい、すごくいい印象。昔からすごく仲良かった。でもね、やっぱりね、兄弟でも兄弟喧嘩する、仲の悪い時期もある。今多分ちょっと仲の悪い時期なん違うかなと思うだけで、私小さい頃に中国に家族で旅行に行ったことがあるんですけど、もうその時はもうすっごい中国の方たち優しくって、もう道とかも迷ってたら教えてくれるし、なんかそういう国で見ると、なんかちょっとテレビだけ、なんかマスメディアだけで見るとすごくあんまりいい印象は受けないけど、だって実際に中国とかに行って中国の方と実際に触れ合ってみたら、もうすごいいい人たちだなっていうか、いい印象がありました。あなたは中国人に会ったり、中国人の友達はいてますか？ああ、いてるね。いい人も悪い人もいてるな。学校とかで友達だった人はいますけどね。全然面白くてめっちゃいい子でしたけどね。自分は、仕事場でも中国の人と一緒に仕事をしてます。仕事も真面目に、やってますし、全然もう日本人と比べても非常によく頑張ってくれてる人たちが多いので感謝してます。日本人と中国人の一番の違いは何だと思いますか？やっぱり育ってきた環境と、やっぱり文化が違うっていうのが大きいに違いますかね。やはり中国っていうのは社会主義国家であって、日本っていうのは資本主義国家の考え方っていうのがやっぱり大きな要因だと考えますけど、我が強い感じはしますね。日本人はあまり控えめというか、お金の欲しさが日本人よりもすごく見えてきます。日本人はすごい謙遜する。ルール守ります。うん、ルール守る日本人、でも守れへんイメージが中国人にあるかな。中国人とかはなんか相手に対して言いたいことはすぐ言うみたいな。日本人はでもなんか相手のこと考え、一旦考えて、自分の中で一回考えてそう言うみたいな。言わないときは言わないみたいな。日本のニュースでは中国に対してどんな報道をしていますか？ちょっと悪いイメージつくような報道はしてますよね。ディズニーのキャラクターとかドラえもんのキャラクターを真似したみたいな、それでそういうのを見たことあります。今実際旅行客がめちゃめちゃ多いんですけど、やっぱその中で目立ってるのが行儀悪いっていうイメージがやっぱりすごいニュースにはなってたりとかしますね。結構テレビとかなんか否定的な報道が多いんですよ。マナーが悪いとか、結構反日の人たちが多いとか、しかも結構それが8月15日とか、結構なんか戦争の終戦記念日とかになると、結構そういうのが結構シビアにテレビとかで放送されたりとかして、だからテレビを見る限りではあんまり私も日本人としてあんまりいい印象は持てないです。報道内容の影響で、中国に対してあまり良くない印象を持っている可能性はありますか？どうでしょう。持ってる人は持ってるやろうけど、若い人なんか興味あるんかしら。はい、あります。結構それが大きいと思う。そうですよね。ニュースが悪いですよね。仕方が。実際よ、あんまり日本にとって良くないことが多いからな。それを報道してるから、やっぱりあんまりええ印象は持てるかな。今北朝鮮とのつながりですね。特に叫ばれているように核、そういった部分に対しての要するに燃料的な供給というのが中国側からやはり北朝鮮の方に何らかの形に流れてるんじゃなかろうかなっていうのは、日本国民は考えている一環ではないでしょうか。最近大雪の影響で中国人の観光客175人が成田空港で足止めされ、国歌を合唱しての抗議が行われたニュースに関してはご存知ですか？はい。飛行機が飛ばなくて帰れなかったっていうような感じじゃないんですかね。行機が飛べないってなって、でそれに対して保証とかがない航空会社やったから、中国人が帰られへんことに対して暴動を起こしたみたいな。でそのことがあったことによって中国人や中国からの観光客に対してのイメージは影響あると思いますか？それは大いにあると思います、はい、ニュースとかの報道でしかは映してないと思うんですけど、やっぱりそういうとこが取り上げられるっていうのは日本人にもそういうイメージを見つけるっていうのがあると思いますね。結構その報道だけじゃなくて、結構その上海ディズニーランドでのマナーの悪さとか、日本でのその観光の時のマナーの悪さみたいなのも今まで報道されてきてのこれだから、結構あまたかみたいな感じが日本人はあるかな、日本人はそういうのを感じるのかなとも思ったりします。日本と中国は距離が近いのに、日中関係は昔から良好とは思いません。それはなぜだと思いますか？根本的にやっぱり性格が違うんちゃいますかね。イメージがついちゃってるからのような気しますけどね。まあニュースとか、ニュースですよね大体。歴史、戦争とか、領土の問題とかも多分ありますし、侵略されてる感はあるんで。そこが一番の原因かな、まあ、被害者だと思ってます、日本が。2012年に日本の政府が尖閣諸島の領域を日本のものと主張したにもかかわらず、中国の政府側は1534年以降は中国の領域としていました。領域の問題のいざこざに関してどう思いますか？いや、そこはなんかしっかり話し合って和解しやんとあかんかなと思います。国際法とかそういうので決まってると思うんで、それに従うべきだと思います。どちらの領土にしても歴史の問題とかってねじ曲げられてる部分もあると思うから、どれがほんまなんやろうって、日本人としてはこっちの領土かなって思うところもあるけど、どっちが本当かわからない。中国は日本だけじゃないや、日本の場合は尖閣諸島だけど、フィリピンとか他の国もの領土もな問題になってきてる。一般的な日本人は領域問題を気にしていると思いますか？僕自身は一応気にはなりますね。まあ、一般的にそんなに気にしないちゃいますかね。年齢にもよるんじゃないですか。60代50代とじゃあ20代の子に質問しても答えは全然違うと思います。気にしてないと思います。そんな真剣には考えてないと思います。直接自分のなんか生活にかかってくるものじゃないというか、自分が関わってるものじゃないから気にしてないんじゃないかなって私は思います。学校の勉強やニュースを通して、あなたはどういうふうに中国と日本の歴史について理解してますか？めっちゃ昔のことすぎてあまり覚えてないけど、なんか戦争してて、で中国を植民地にしてて、で戦争が終わってからも仲悪いんですよね。そこから深くは勉強してきてないです、はい、南京事件とかご存知ですか？南京大虐殺とかですか？それってどういった経緯とかがって言われるとちょっとパッと出てこないんですけど、はい、南京事件は教科書とかには載ってないことを、結構私は小学生の時に学校の先生から南京事件の話を聞いたのは覚えてるんですけど、まあでも十何年も前だから結構はっきりと覚えてることは少ないけど、まあでも教科書に本当載っていることはごく一部だったけど、私の先生は特別にその他の中国の歴史とかそういうのも結構好きな先生だったので教えて、でも私のクラスじゃなかった子は知らないこととかもたくさんあるから、みんなが共通したこうなんか意識というか、そういう知識みたいなのはついてないかなと思います。今のやっぱり日本人っていう考え方に関しては、過去にあった部分をやはりオープンにしていって、今の、学童児童に対して過去にこういうことがあった日本と中国の中、また、他のアジア圏に対してこういうことがあったっていうのをもうちょっとオープンにして深掘りをしながら落としていかないと、紳士的な意見っていうのがなかなか出せないんじゃなかろうかなっていうのは考えますけども、はい。日本人が中国の方に対してしてきたことは、やっぱり、すごい残虐なこともしてきたと思ってて、でもそこはもうすごく衝撃も受けたし、でもやっぱその記憶もあると思うので、中国の方たちは。なので日本人にそこもいいことを思わない方も多分たくさんいるだろうなと思っています。日本人が中国人のことあんまり、中国人っていうか中国のことあんまりよく思ってないのと同じように、向こうも日本のことあんまりよく思ってないんじゃないかなって。それはなんでですか？向こうも同じようなニュースの報道とかされてるんじゃないかなって思う。現代の若者は過去の戦争など直接体験してないため、日中間の歴史についてもそこまで詳しくないかもしれません。でもし中国から日本に過去のことを責められた時はどう感じますか？なんかこっちもその歴史を感じてないし知らないし、今同じ年代で生きている中国人の人も知らんと思うんで、それってその教科書とかニュースでしか知り得てない情報やと思うんで、フェアではないと思う。歴史的にあったことは事実やと思うんで、これからね、生きてる僕らがうまいことやっていけたら、もう過去は過去のことなんで。なんか責められてもしょうがないのかなって思うし、もし自分が逆の立場だったらだって絶対許せないし、やっぱりちゃんと歴史を知っていくことが多分大切だなって、今すごいその質問をされた時に感じました。日本と中国が仲良くやっていくことは大事なことだと思います。そうですね、結構国も近いですしね。仲悪いイメージはありますけど、実際なんか プライベートとかでは仲悪いイメージはないんですけどね。なんか勝手になんか国同士が仲悪いって言ってるだけで、実際は違うんじゃないかなと思いますけどね。そのいつ戦争起こるかわからないから、北朝鮮とかそうやしアメリカと北朝鮮とか、そうですよね、仲良しが一番。この動画を見ている中国人に両国の関係が良くなるメッセージ、何かあればお願いします。仲良くしましょう日本人いい印象ないかもしれないですけど、いい人たちもいっぱいいるんで、悪い面だけじゃなくていい面も知ってほしいと思います。同じアジア圏で、暮らすわけですから、全世界が平和の戦争のない核のない、世界の中でやっぱり共存共栄しながら、力を合わせながら頑張っていきたいと思います。 Thanks to our interviews for sharing their honest opinions. The majority of our interviews didn't have enough information about Japan and China's complicated history. But one thing is clear, they do want the two countries to get along. Do you think that Japan and China are on the right track to repairing their relationship for good? Let us know in the comments. For more authentic insight into the latest news and cultural transformation, be sure to subscribe to Asian Boss. See you in the next video.